シドニー、シドサムは、西ドイツ・キール出身のサッカー選手、アンタル・ヤス・ポル所属。ポジションは、フォワード、ミッドフィールダー、ザムと表記されることもある。初期トゥース・メッテンホフでキャリアをスタートし、後に FC ・キリア・キールへ移動すると、2002年からは、ライバルである、ホルシュタイン・キールの下部組織に移籍した。2004から05シーズン開幕時には、 ハンブルガー SV の下部組織に移籍し、2006年に B チームに昇格。2007から08シーズンによりトップチームに昇格を果たした。2007年12月20日の VFB シットガルト戦でダビド・ヤロリームに代わり後半から出場し、プロデビューを飾った。2009年7月1日にツバイテリーガの1、FC。 カイザースラウテルンへシーズン終了までのレンタル遺跡で加入した。レワークーゼン2010年5月19日にバイエル・レワークーゼンと5年契約を締結。2010から11シーズンには主力としてプレー11月8日に全所属のカイザースラウテルン1000で同点弾を上げ、さらに84分に22メートルものボレーシュートを決めるなど、 同試合のマムに選ばれる活躍を見せた。また、2011年2月17日に行われた、UEFA ヨーロッパリーグのメタリストハルキウ戦では、後半アディショナルタイム中に2得点を挙げた。シャルケ2014年1月8日、2014から15、シーズンからシャルケ04に移籍することが発表された。2015年5月11日、ケビン・プリンスボア・テングと共に、 戦力外通告を受け、シャルケとの契約を解除したことを発表した。ダルムシュタット2017年1月14日、SV ダルムシュタットへ2016-17、シーズン終了まで、半年間の期限付き移籍をした。ボーフム2017年8月31日、VFL ボーフムへ2019年6月までの2年契約で、完全移籍した。世代別代表として、 ドイツ U-19 代表からプレーしてきたサムは、ナイジェリア人の父とドイツ人の母の下で生まれたことで、ナイジェリア代表としてプレーする資格を有している。そのため、ナイジェリア代表のスティーブン・ケシ監督に誘われて、階段を持つ場面も見られたが、最終的に出生国であるドイツを選択。2013年5月17日に、同僚のフィリップ・ボルシャイトと共にヨアヒム・レーブ監督の、 元で、ドイツ A 代表に初招集され、5月29日に、フロリダ州ボカラトンでのエクアドル戦で、初出場を飾った。ありがとうございます。